ということで、ドラゴンゲートの 5.6 愛知県体育館の対戦カード予想ということでね、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、愛知県体育館名古屋大会まで1ヶ月をですね、今日でまだちょうど1ヶ月かなと思うので、対戦カード予想というのをやっていこうかなと思います。まあ、主に金網を中心に対戦カードを考えていったっていう感じなんですが、これは結構俺、あるんじゃないかなと。ね、思いますね。はい、まず第1試合。クネス、ボンダイデュー、シャチ、カゲトラ、対ヤッシー、堀口、西条、望月となっております。8人タッグマッチですね。まあ、これはどうですかね。まあ、クネス、ボンダイデュー、シャチ、カゲトラ。うん、まあ、安定的な。第1試合としては安定的なメンバーで、ヤッシー、堀口、西条、望月もね、安定的かなと思います。そして続いて第2試合。これ第2試合結構ね、ワンチャンあるんじゃねと思って、この第2試合。で、可能性としてはね、吉岡ひょう、美濃浦対ストロングマシン JFG となっております。なんとマシン軍団対望月道場の若手3人ね、これはあるんじゃないかなと。今さすがにストロングマシンいきなりデビューをして、でいきなりトライアングルっていうのもさすがにないんじゃないかなとね。 J はデビューしたてっていうのもあると思うので、なんでここら辺で一旦若手3人組、まあ旬がいないんでね、この3人組と戦うんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、せっかくもビッグマーチャーでおそらくマシン軍団も襲来してくるやろうと。いうことで、まあ、この3対3になるんじゃないかなと思いますね。まあ、なんでね、ジェームとは吉岡ひょうみだぐらっていうこのね、若手4人の戦いになってくるんじゃないかなと。バチバチとした感じにね。はい。そして続いて第3試合がですね、ブレイブゲイツ選手権試合ですね。進む対石田となっております。やっぱさすがに石田もそろそろブレイブ来ていいんじゃないのっていうね。いうのがありますので、ここはぜひね、石田に行ってほしいなと思いますね。なんで進むのベルトに、ブレイブの持つベルトに石田が挑戦するとなっておりますね。まあでもね、石田、これ、ブレイブ挑戦して、まあ取る、取らん別にしてもね、シングルの、ね、ベルト挑戦初なんでね、そこだいぶかかってくるんじゃないかなと。第4試合がパックエイド、清水対、吉野キッド、リーとなっております。これ超豪華6人タッグマッチ。ね、まあ、RED 対マキシマムとなっておりますね。まあ、今、お互いにね、一悶着のある、この3-3が戦うということですね。で、これね、第5試合がですね、トライアングルゲート選手権試合、神田吉田和馬対甲斐マリア UT となっております。はい、これがセミファイナルとなってるんですが、ちょっと対戦カード的には弱いのかな、なんて思ったりもしているんですが、これ問題がね、パックが、まず、名古屋に参戦するのかどうか、っていうとこもありますし、あと、さらに言うと、パック、そこでね、名古屋大会で、ドリームゲート選手権を行うのかっていうとこもかなりね、大事なのかなっていうのがあって、やっぱりそれ次第で大きく対戦カードも変わってくると思います。ね、なんで、やっぱね、大学、ちょっとトライアングルメンバー的にもね、セミにしてはちょっと弱いのかなっていうのが、僕的にもありますね、これはね。まあ、勝手な予想なんですけどね。はい。で、まあ、パック、まあ、やっぱそこが注目になってくるのかなと思うんですが、この人やったら挑戦してくるやろっていう人がいないんですよね。この愛知県体育館で挑戦し、対戦組もうとするとってなるとね。なんで、そこはどうなってくるのかなと思いますね。そして、いよいよメインイベント第6試合、金網マッチ。ね、追放をかけた戦いであります。5A。まあ、すでに決まっているヤマト、そして KG、シュン。まあ、ここは確定で決まっているので、まあ、この3人は固定と。で、残り、マキシマムと RED なんですが、それはですね、マキシマムが、やっぱ、ドイ。やっぱ、ここはドイが来るのかなと思います。そして、RED から弁慶となっております。まあ、これね、弁慶選んだ理由ちゃんとあるんですよ。この対戦カードを置いてね。やっぱりその、これ自分のことを追放できないっていうわけではないと思うんですよね。多分ね、ルール上別にそんなこと変えてなかったので、ということでですね、弁慶が負け残るわけなんですよね。そして、誰追放するには、まあ流れ的にエータがになりますよね。まあもちろん。で、エータがね、おい、やめろよみたいな雰囲気出すんですが、なんと自分を追放するって、ここで初めて弁慶が自分の口から喋るんですよね。清水がこう行くんじゃなくてね。で、自分追放しますということを言うんじゃないかなと思いますね。そして弁慶と俊ね、この二人で新ユニットとかね、結成したりとかもあるんじゃないかなと、まあ思いますね。はい。まあ、どうなんそれはわからないんですけど、まあ、どういうパターンになってくるんじゃないかなと、で、くるんじゃないかなと思いますし、まあ、さらに言うとね、やっぱりその、負け残って誰かを追放しなければいけないっていうことじゃないですか。確定で誰か追放されるわけじゃないですか。ね。そうなった時に、負け残ってね、こう、倒れてる中、誰追放すんねやって言って、
他の人指名するのもね、なんか、酷じゃないかと、やっぱそれはね、どう考えてもさすがに酷ちゃうかっていうことなんで、まあ、弁慶自ら追放っていうことなのかなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回この辺で終わりました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとでね、リクエストコメントとか他にも、こちらのね、愛知県体育館の対戦カードね、こういうの実はあるんじゃないかとかね、パックが誰、ね、パックの持つドリームに誰が挑戦するかとかね、もしかしたらね、この人っていうのはあるかもしれないんでね、そちらの方何かあったらよろしくお願いします。ということで今回はこれになります。